はい、皆さんこんにちは、レガテドリブル塾です。今日はですね、視聴者の皆さんにお知らせがあります。お知らせ。はい、この度なんとなんとレガテドリブル塾本を出版することになりました。ついに来ました。いや、もうこれですね、出版社さんからお話があった時は本当に驚いたんだよね。衝撃、衝撃だったよね。で、僕たちがすかみたいな、本出せるんすかみたいな。そう、本当にこれ皆さんのおかげなんですけど、ありがたいことに、はい、1対1で勝つ突破のドリブルテクニック50というように、僕たちのドリブルテクニックの全てが詰まっております。いろんな足技からチョイスしたのを50にまとめたっていう感じで、たくさん YouTube 動画アップしてきたけど、本にして分かりやすくしたいなっていう思いもあって、やっぱり僕たちもやりたいなってなったので、本当に本当に頑張ってこの本を完成させることができました。ちょろっと中身見たんですけど、はい、めちゃくちゃ見やすいです。そう、もう本当に見やすく作ってくれてて、足技ごとにこうやって解説付きでやって、なおかつすごいのは QR コードを読み取ったらピャッて動画にも飛べるっていう。現代、そう、現代、もう DVD とかじゃないですよ。なるほどね。 QR コードなんですよ。あ、前までは、はい、本見ながら DVD 見ながら、あ、こここうなってるんだみたいだったけど、今も携帯一つでスマホでピャッてやったら、もう、あ、写真わかるけど、解説付きでわかりやすいけど、ちょっとやっぱ動画も見たいなってなったら、そのページにある QR コードピャッてやったら、うわ、動画に飛べるんですよ。最高、すごいですよね。最高です。現代風で作りました。本をこんな感じで出させていただきますっていうお知らせの動画にはなるんですけど、ただこれで終わってもちょっとつまらないので、この本の中で初級編、中級編、上級編で、ちょっと遊び心あふれる神業編っていう感じで、全部で50テクニックを紹介してるんですけど、今日はそのテクニックの中から一部をちょっとお見せするために、これから実際に僕たちが実践して、まあこんな感じの技があるよっていうのを皆さんにお見せできたらと思ってるので、ちょっと立ち読みする感覚でこの動画を見てもらえたら嬉しいです。はい、ということで早速ちょっとこれから実際にこの本の中にあるテクニックを見ながらやっていきたいと思います。行きましょう。 Here we go! Go!はい、という感じで今日はこの本の中で解説してるテクニックの一部を今回ちょっと紹介してみました。いかがでしたでしょうか。この本の中では今日やったようなテクニックを詳しく解説して、なおかつすぐ動画も見れるような作りにしているので、まあ、ドリブルのフェイントテクニックを学びたい、自分でも練習してみたいっていう選手は、僕たちの初出版となる1対1で勝つ突破のドリブルテクニック50という本をチェックしてみてください。はい、こちらの本は本日より予約販売開始しております。概要欄の方にAmazon の商品ページを貼っておりますので、そちらの方からチェックしてみてください。はい、という感じで今日の動画は僕たちから本が出ますよっていうお知らせと、その中の一部のテクニックを紹介するという形で撮影しました。僕たちが本当に頑張って作った本なので、気になる方はぜひこの本もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!